いい調子ですよ。キラッキラですね。悟空さん、ベジータさん、おお、マイ、一緒に来てください。トランクスがいなくなってしまったんです。何、いなくなった？未来のトランクスさんはこちらの世界へ修行しに来ているはず。僕が教えてあげるよ。僕はフュー、トランクスの友達さ。友達だと？トランクスは大変なことに巻き込まれている。彼は今監獄惑星にいるんだ。監獄惑星？それをなぜ貴様が知っているんだ？怖い顔しないでよ。友達がピンチなんだ。調べるのは当然だろう。監獄惑星は宇宙中の危険な囚人たちが集められた星だと言われている。急がないとトランクスが危ないよ。トランクスのやつ世話焼かせやがって。行くぞカカロット。おう。あのフューという男気になりますね。ええ、マイさん。はい。あなたにお願いがあるのです。でっけえ鎖だな。おい、この木は何だ。あ、こいつは。悟空さん？見つけたぞ。そうか、おめえ、あっちの俺か。あっちの？やつの仲間か。何？空が。無駄だ。ここは完全に閉じた空間だし、脱出はできねえぞ。なんだって？そうだ。ダメか。何のことだ。フュー、さすがはサイヤ人。孫悟空同士めっちゃくちゃ面白いサンプルが取れたよ。ふざけんな。君の考えは読めたよ。何？二人のカメハメハで空間を破ろうとしたんだろ。ダメダメ、無理無理。とっさに思いつくなんて、さすがはタイムパトロールだけどさ。タイムパトロール？俺はおめえたちとは別の次元の孫悟空だ。時空を超え悪さをするやつを捕まえるのが仕事だ。うわ、おめえいいやつだったんか。この星に詳しいようだな。当然だよ。監獄惑星は僕が作った実験場だからね。強い戦士をいろんな時空から連れてきて戦ってもらうのさ。永遠にね。強い戦士か。赤い君、ここを調べるためにわざと僕に捕まったでしょう。私たちを騙したってことか。トランクスは本当にここにいるのか。トランクスは許しがたい存在だ。人間のくせに時間を自由に行き来するなんてね。だから罰を受けてもらったのさ。それに彼を連れてくれば君たちの餌にもなるからね。おめえ悪いやつなんだな。はずれ。悪いんじゃなくて、とってもすごいやつなんだよね。トランクスはどこだ。探してごらんよ。
おっと、たとえ再会できたとしても脱出するためには特別なドラゴンボールを7つ集めてもらわないとね。ドラゴンボール？これだ。一個持ってんか。やつが俺にくれたんだ。あと6つは他の囚人さんが持ってるよ。みんな強いからせいぜい取られないようにね。じゃあ実験開始。なんだこれは。どういうことだ。ドラゴンボールを出せ。何？ドラゴンボール？さて、役者は揃ったね。宇宙一楽しい実験はいよいよ本番だ。君の出番はもう少し後だよ。悪のサイヤ人。フューが言ってた強いやつってどこにいんのかな。くだらんこと言ってないで貴様もトランクスの気を探れ。カカロット。あいつすっげえでけえ気だ。おい、危ねえからおめえはどっかに隠れてくれ。こいつサイヤ人か。何も邪悪な気は初めてだ。なぜここに。トランクス、お前はカカロットを。俺はこいつを倒す。わかりました。貴様はクーラー。みんな気をつけた方がいいよ。フュー、あいつは悪のサイヤ人カンバー。その悪の木は触れた者の心を壊すからね。カンバー、悪のサイヤ人だと。父さん、クーラは味方です。うん、目的が一致しただけのこと。
ピューよ。フリーザはゴールデンフリーザになって俺を超えたと言ったな。弟にできて兄の俺にできないことはない。この姿を見る、あえて言うなら、ゴールデンクーラー。さあ、始めようか。元に戻ったんですね。ああ、トランクス、おめも無事だったか。はい、ご心配をおかけしました。気に入ったぞ、お前たち。俺と戦え。悪のサイヤ人だ。なんだって？あ、そうだ。悟空さん、ん？ベジータさん。ん？ホタラ。海王神様から預かってきたんです。俺が奴を引きつけます。その隙に。壊すことこそ俺の喜びよ。
こいつは面白くなってきやがった。海王拳、トランクス、しっかり。ああ、それにしてもすごい気だ。悟空さんたち大丈夫かしら。もっともっと高まれ、上がれ上がれ、最高を超えた最強のエネルギーだ。手で葬られる栄養野郎。まさかあれは。はじけて当たれ。なんてデカさなんだ。くそ、力を使いすぎたか。尻尾を切るぞ。俺に命令するな。Thank you.
と派手にやってくれるじゃないか。おっと、調子に乗るなよ。なんてやつだ。もっとやれ、もっと戦え。そこまでやれとは言ってないよ。君たちはエネルギーさえくれればいいんだ。教えてあげなきゃいけないね、ゲロウどもが。我が尻尾に触れることすらできまい。悟空さん！悟空さん！カカロット！壊すな。貴様か。お前を制御する。何？混ざって閉じろ。できるなんて。さあ戦いを続けるんだ。戦う相手はお前だ。ダメダメ、戦うのは君たちだけさ。あの野郎、何を企んでいやがる。お前の相手はオラだ。その赤い髪、貴様は。
できないじゃないか。誰だ、誰がやった足りぬ。
僕の実験室を壊したのは！来たか、フィー。おめえの計画はもう締めだ！君たちはやりすぎた。これじゃ計画が台無しだ。罰を食らえ！フミック！Thank you.
はい。うちの宇宙のオラ無事だといいんだが。悟空さんならきっと大丈夫です。第六宇宙の海王神、何があった？第六宇宙に正体不明の敵が襲来、現在交戦中なのです。何？破壊神はどうした？シャンパ様はじめ破壊神の皆さん、禅王様のとこにお呼ばれしてるけど全然連絡取れねえっつーの。あ、父さん。海王神に向かって何をする？その敵とやら俺が始末する。分かった。暴れたい気分なんだ。キャ
潰しにもならないわ。何？時飛ばしだっけ？聞かないよ。君のことはインプットされているんだ。やるね。くらえ！今のはちょっと聞いたよ。お、再生した。まだまだもっと。ひざまずいてもらうわ。第七宇宙師匠、不甲斐ないぞキャレー。はい、その方は息子だ。新しいのが来たよ姉さん。いい暇つぶしになればいいけど。俺たちが相手だ。第七宇宙を狩るのはまだ先のつもりだったが、こやつらは。ん？そうか、君は彼らを知っているんだったな。だが今は待て。人間め。まあ待て、禅王を倒すまでに会わせてやる。使おうかな。いいわね、私もそうするわ。どうも。こいつらの体は僕たちのものだ。一体何が起こってるんだ。気をつけろ、奴ら俺たちを狙っているぞ。クラッシュブレイク。スマッシュブレイク。
だ。使えるわね。サイヤ人だからね、姉さん。嫌な能力だな。私たちはツフル人が超科学で生み出した最強の人工生命体。そう、あらゆる戦闘プログラムをインプットされているのさ。だけどツフル人のやつら、僕たちの強さを恐れた。ひどいでしょ、勝手に作って勝手に壊そうとして。そんなの許せない。その体を返してもらうぞ。残念だったね。面白かったわよ、その必死なところ。くそ、舐めた真似を。宇宙の種にはもうエネルギーが満ちている。誰だ貴様は。俺は全王を倒す者、ハーツ。この宇宙の種で全王、海王神を、破壊神をぶっ潰す。バカだ、できるわけがない。できるさ、俺だからな。そして人間の真の自由を手に入れる。最高だろ。何が自由だ、矛盾してるぞ。俺矛盾してるからさ。一体何をするつもりだ。お前たちも宇宙の糧になれ。あの子たちは僕らがもらうよ。だって強いんだもの、まだ遊べるわよ。いいだろう、君たちが望むなら。くっそ、舐めやがって。さあ次の宇宙へ行こうか。ザマス、一緒に来い。俺たちと夢を見よう。よかろう。だが言っておく、私に命令するな、人間。ザマス、なぜあいつが。そこの君、宇宙最強の男は誰だ。君が思う宇宙最強の男は第11宇宙のジレンか。心を読んだのか。どいつもこいつも俺たちサイヤ人をあっさり出し抜きやがって。頭にくるぜ。一体何してやがる、カカロット。最強の人間か。
会ってみようじゃないか。準備はいいですか、悟空さん。おう、いつでもいいぞ。トランクス、第11宇宙だ。はい、奴らだいぶ暴れたみたいですね。そのようだ。父さん、今の光は一体。父さん。試してみろ。任せて。やつは俺の獲物だ。ここはもう十分だ。カンバー、君は第三宇宙へ行ってくれ。私も楽しませてもらうわ。汚れた手で神に触れるな。邪魔する。
邪魔だ！とどめだ。何？君からは危険な香りがするよ。いつの間に？大丈夫ですか？やったぞ。何かがうごめいている。驚いたかね。私は不死身なのだよ。不死身だと？では私から行こう。それしかないね、姉さん。合体した。驚いた？まあ、カミンとオレンで、カミオレントでも呼んでよ。さっきよりインパクトがないね。
ラングス、ラングス、また君の力が欲しいんだ。嬉しい。来たね、ラグス。敵ではないということか。私のガラスよ、切り刻め。私はラグス。下がっていろ。奴らには散々コケにされたんだ。俺がやる。
無駄だ。いかにお前が強かろうが、私は何度でも蘇る。不死身か。強いじゃないか。来いよ。悟空さん、面白いことできんな、おめえ。ラングス。ハーツ様。お前は第三宇宙へ行け。カンバーを支援しろ。それは私に期待してる。当然だろう。お前にしかできない。いいわ。やっと戦う気になったか。うん。君の心を読んだ。さっき見せた銀色の力、まだまだ未完成なようだ。その力、俺が引き出してやろう。そして完璧な君が俺に負ける。熱いじゃないか。面白い。やってやろうじゃねえか。瞬間移動。海王神様。お前は急いで。あれは第七宇宙の海王神だ。そうか。次の行き先は決まったな。第11宇宙のエネルギーはもう十分だ。待て！ジレン！なんということだ。楽しいね。みんな僕の実験を盛り上げてくれるよね。さあ、いよいよ君の出番だ。来たぞ、第七宇宙。
ここが最後だ。貴様、来相手は僕たちだ。お返ししてあげる。11宇宙じゃ随分とコケにしてくれたからね。お前はトランクスを早くしろ。取りつかれるなよ。何のことだ。お前たち何強いんだろうな。まあいいや、少しは楽しませてよ。生き物の匂いがしない。こいつら人造人間だ。第七宇宙はなかなか強いよ、ハーツ。宇宙の種が育つにはいい場所さ。ん？おっと、やるね。第三宇宙もいい実験場になっている。戦闘民族サイヤ人の強靭な肉体が勝つか、それともビッグゲテスターで強化改造されたクーラが勝つか、存分に戦ってもらうよ。愚かしい。機械に姿を変えるとは。新たな力を手に入れたと言ってもらおうか。遊びはここまでだ。見ろ、これがゴールデンメタルクーラーだ。素晴らしい。
叩く！クーラはオーバーヒートか。でもまあ、いいデータにはなったよ。ケイさん、そろそろやろうか。そうね、オレン。合体層。厄介だな、重力ってやつは。いい頃合いだ。すぐだ、宇宙の種よ。最後はこの俺が決めてやろで全力だと思うのか。心を読んだ。強い相手を求めて常に飢えているな。この俺ならば君を満足させられる。本気じゃねえだろ。君もだろ。
つまんない。この技にはタメがいるんだ。お前らなんかにこの僕を倒せるわけがない。僕が最強なんだ。何？人間を絶滅させたいお前がなぜ人間と手を組んでいる。答えると思うか。どうだ、僕の力を見たか。僕こそが最強なんだ。らしくないな、カミオレン。最強になりたければ力をやるよ。
たじゃないか。あの巨大なエネルギーと融合したのか。消えろ。やばい。これが宇宙の種の力か。宇宙の種の完成は近い。
神の力。完成体だ。ようやくここまで宇宙の種に力が凝縮したのだ。美しいじゃないか。カミン、オーレン、君たちの死は決して無駄にしない。ようやくお前の願いが叶う時が来たか。私も待ち焦がれていたよ。
あれは…ビジター お前は人間を皆殺しにしたかったはずだ。どうして人間のハーツを守るんだ。ハーツは禅王を倒す。禅王が消えれば私の人間ゼロ計画を止める者は誰もいない。裁きの鉄槌。第七宇宙、貴様らの実力はこの程度か。悟空さん、お前は一体どうやって。第11宇宙の海王神が送り込んできたに違いない。悪あがきだな、第11宇宙。くらえ。貴様は。俺、よくも神よ。ヒット。第六宇宙、海王神から仕事を受けた。こいつらを始末しろと。そうか、そいつはありがてえ。行くぞ。気が高まっている。早く出てこい、待ちかねたぞ。嫌な気だ。くっ、ミラクルだ。働いてくれた。君の不死身の力には感謝しているよ。だが悪いね、
神には消えてもらいたいんだ。第七宇宙の諸君、見たまえ。何？俺が究極の神殺しだ。さあ、俺の力に酔え。やつめ、どうする気だ。さあ、ショーの始まりだ。最高だ。くそだね、たった一撃で。これが宇宙の種の力か。
この力、全宇宙を滅ぼしかねん。そうはさせん。俺は仕事を果たす。ベジータ、なんだ。こうなったら力合わせるしかねえ。まさかフュージョンか。冗談じゃない。身勝手の極意はいつ出せるかわかんねえ。だけどゴジータならあの力に対抗できるんじゃねえか。あの二人フュージョンする気だ。俺たちは時間を稼ぐ。行くぞ。はい。君たちは面白い。名前は悟空とベジータでゴジータだ。その姿で究極を倒そうというのか。楽しもうじゃねえか、ハーツ。まだいたのか。君たちは邪魔だよ。来たまえ。感じるよ、君のすべてを。
この俺と渡り合うとは大したやつだ。だがわからん。それほどの力なら全王を倒せる。俺と共に人間の自由のために戦うのだ。何言ってんのかわかんねえな。ん？俺はもう自由だ。君は気づいていないだけだ。不自由さってやつに。今度は何だ。この星ごと押し潰そうというのか。てないね。所詮悪あがきだってことを。行け。これで終わりだ。ないのか。このままじゃ地球は終わりだ。そんなことはさせん。ピッコロさん。
君たちは分かっていない。俺は究極だ、宇宙そのものなのだ。撃った、ジモン、よし行くぞ。気分一つで宇宙を壊す。俺はこの不自由から君たちを解放したかったのだ。だが限界を超えてなお君たちは輝いていた。だから俺は人間が好きだ。お疲れ様でした、皆さん。禅王様は未だかくれんぼに夢中ですね。いないね。どこどこ？仕事は終わった。お前たち、そんなことができるならなぜ力の大会で使わなかった？それは。それはこんな奴と合体なんとしたくないからだ。次はオラだけでやっつけっかな。ありがとう。宇宙創生の面白い実験結果になったよ。さあ次の実験を始めようか。おっほら悟空、また新しい戦いが始まるぞ。襲来する破壊神、動き出す冬の計画、超絶バトルを見逃すな。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2020年3月開幕。